皆さんおはようございます。田村さんおはようございます。おはようございます。はい、田村さん、ちょっとご本尊みたいに大きく映ってますけども、今日はローカルからグローバルへの進出ということで、まあ、ローカルグローバルっていうと なんというかこう自分たちもこれからもう なんというかこうアジアで勝負しなきゃいけないと危機感を持っている人は多分この中に多分すごくいると思うんですね。で今日は、まあ、それを実行しようとしているお二人、増田さんは、VQ の増田さんは、グローバル、ローカルで日本で、トップシェアを持ちながらこれからグローバルに進出しようとしていて、自分の拠点をシンガポールにも移していると。そして、大幸薬品の柴田さん、これ皆さんご存知ですか。柴田さん、セイロガン飲んだことある人ありがとうございます。圧倒的なシェアですね。 50% 以上の下痢止め薬のシェアを持ちながら、さらに日本で持ちながらローカルでグローバルに進出しようとしているこのお二方、そして孝太郎さん聞こえますか。聞こえますよ。はい、孝太郎さん、ローカルからグローバルと言ったらもうこの人しかいないという孝太郎さんがですね、実は今日シンガポールから参加いただいているということで、今日いい時間にしていきたいと思います。よろしくお願いします。さて最初はですね、まあ飛鳥会議ですからこう自己紹介はなしなんですけども、アイスブレイクということで、皆さんに、一言ずつお聞きしたいのが、皆さんがですね、世界と初めて出会った瞬間というものをですねちょっとお聞きしたいなと思っていまして、これは世界と出会った瞬間というのは例えば、まあ、本でもいいでしょうし、自分でどっかに行ったってもいいでしょうし、自分がその日本で生まれてじゃあ世界があるんだなと、これをですね触れた瞬間というのをですねちょっと、お聞きしてみたいなと思いまして、どうしましょう。柴田さんから。はい、私は以前医者をやってたんで、バリ島で、まあ、生化学学会のがありましてね、でいきなりこう発表すると、英語はわからないと、質問は全部、30問質問を想定して暗記してですね単語で答えると、まあ、そういうのでこう外国人との、まあ、コミュニケーション、そして Q&A をやったというのが、まあ、インパクトとしてあります。ありがとうございます。増田さんお願いします。全く覚えてないんですけど3歳の頃にアメリカに住んでたらしいんですよね。それだと思います。でなんかやっぱ海外でやってみたいって気持ちが非常に強くて、そこからですかね。なるほど、はい。孝太郎さんお願いします。まあ、僕もいろいろあるんですけど、やっぱり一番影響を受けたのは聞こえますかね、大学生の時にホームステイでスイスに2ヶ月いたんですね。その時に、まあ、僕はもう英語がいまいちか今3ぐらいだったんですけど、まあ、あそこの人たちは3カ国4カ国喋るんですよね。まあ、そういうのに触れてですね、まあ母国語以外で第一外国語これぐらいしか操れないようじゃこの時代はちょっと生きていけないかなっていうのを、まあ、スイス人見て思い知らされたのが、まあ、初めてですかね。ありがとうございます。そんな中でですね、皆さんグローバルに出会いが必ずポイントがあったということなんですけれども、その中で現業において今ご本業において世界とどう戦ってるか、皆さん日本ではまあ大変なこう勝利を収めている方々ばかりなんですけれども、世界とじゃあどう戦うかっていうのは今日のテーマなので、これをですねお聞きしていきたいんですけれども、まずはですね増田さん世界とまあ戦っている、しかもご自身もシンガポールにお住まいであると、シンガポールに今日移してまで増田さんはアジアで何とかしようとしていると。でここでですねご自身あまりシンガポールで会ったことないですけどね。何孝太郎さんもう一回、まあ、この人シンガポールにいるって言ってるんですけど、シンガポールあんまりないですよ。半分いますよ僕、半分いる、てか田村さんもいないじゃない。早速孝太郎さんから田村さんからねツッコミありましたけど、まあ、そこまでの覚悟を持ってですねシンガポールに行くと。でまあ、いい話はたくさん聞くと思うんですけども、ここは飛鳥会議ですから、どこが難所でどこに苦労しているかという話をどんどんこう突っ込んでみたいと。
こう全欲を丸裸にしようと思いますんで、こうね、そういった時間にしましょう。じゃあマシャさんお願いします。はい、あのまずそもそも私普段シンガポールいますから、あの役割は僕の仕事なんですけど、今日なぜかあの田村さんが来ないっていうね、こっちにね、まあ、あの行ったり来たりしながらあのアジア展開をしているわけですけれども、まあ、まだあの本体というかですね、日本を中心にやってるし、日本で上場してますから、そっち側も見て、行ったり来たりしながらやってます。で、まあ、我々の海外展開ポリシー自体は、まあ、あのたまに笑われるんですけど、基本的に英語が喋れなくてアメリカ嫌いな国に行くんですよ。なんでかっていうと、我々これ難しいのは、特に IT 企業ほとんどみんな同じだと思いますけど、グローバルのマーケットを考えるときに必ずアメリカの大手が出てくるんです。で、大手じゃなくてもアメリカのベンチャーでも、仮に売上がうちの10分の1だとしても、平気で資金調達力は5倍とか10倍あるんですよ。なんかたかだかもう数億しか売上ないのに調達100億円とかしてますからね。だからこんなところとパワーゲームじゃ勝てないんですね。で、全く同じ土俵で同じあのなんでしょう、条件で戦ったら金で負けますから。日本の株式マーケットを背景にしている限り、アメリカの株式マーケットを背景しているやつで勝てないんです。なので、じゃあ彼らが行きにくいところどこなのかって考えると、まあ、さっき言ったような英語を喋れなくて、アメリカ嫌いな国。これね、あのアメリカの投資家にあのこの話をしたら、それは非常にメイクセンスだと。世界中の 95% 以上の国はアメリカ嫌いだから大丈夫だ、頑張れってアメリカ人に言われました。まあ、あのそういう、なんでしょうね、逆風はいっぱいあるんですけど、あの場所を探していけば実際そういうところもあるし、ただそういう国って実はほとんどが途上国だったりとか、まあ、アメリカが難しい、やりにくいと同時に我々にとってもやりにくいところも多いんですよね。そこのところを、まあ、あのなんでしょう、アメリカがやれないやり方、まあ、もちろんやれないことではないんですけれども、一般的なティピカルなアメリカの会社がやらないようなやり方を我々はやりながら今展開をしているという感じですかね。なるほど。まあ、ちなみに、今増田さんの会社は、このまさに幸太郎さんが今シンガポールからつながってますけども、電話会議、いわゆる電話会議ですね、においてテレビ会議とかウェブ会議です。あのテレビ会議ですね、もしかしたらテレビ会議と呼ばれる分野で、まあ、あの日本でクラウド市場ナンバーワンなんですね。でグローバルトップには、シスコ。そうですね、グローバルで見るとシスコ、マイクロソフト、グーグルというメンバーさんも、ね、いますね。この巨人の中でグローバルに攻めていくと、このあたり私が増田さんだったら、おそらくもうあの毎日もう悪夢を見ると思うんですけども、そのあたりどうですか？いや、まあ本当にあのアジアだけ見ると、 APAC で見ると、あのオセアニアとかを入れたとしても、うちすでにもう2位なんですね。1位がシスコで、そんな実は数パーしかパーセンテージの差がないんですよ、ぐらいアジアってまだ手つかずなんですね。シスコだろうがマイクロソフトだろうがグーグルだろうがあんま関係ないので、逆に彼らが資金力を投下してもできないし、逆に優先順位低いんです、はい、彼らからするとアメリカのマーケットがでかすぎて、そこに注力しちゃってますから、まあ、その隙に頑張るしかないのかなと。で、あとやっぱり大手なら大手なりのできることと、我々なら、まあ、ベンチャーならベンチャーなりにできることがやっぱ違ってきますから、まあ、そこをやりながら、まあ、正直悩ましいですけどね。ちなみに大手だからできて、ベンチャーだから、大手はできなくてベンチャーだから、できることって何ですかね。まあ基本的にはフレキシビリティとか、うん、そのスピードを持った動き方っていうのはもちろん大手でもできますけれどね、うん、例えばアジア各国って国によって宗教も違えば、文化も違えば、物価も違えば、商習慣も全部違うんですよね、うん、だからここに細かく合わせるような面倒くさいことは基本的に大手企業をやりきれなかったりとか、特にアメリカ系大手企業は同じものをいかに横展開していくかの戦いが多いので、そこは我々があのやりやすいところでありますよね。現に今マレーシアでもお付き合いしている大手のキャリア、前はシスコさんとやってましたと。だけどもう何も動かない、要はローカルのマーケットに合わせてくれない。で、なんかよくわかんないけど V キューブでちっちゃい会社はちょこまか動いてやってくれるから乗り換わったんですよね。それ結構あって、そういうその何でしょう、国によって違うことを、アメリカのまあ会社、これ全部が全部じゃないですけど、やっぱりアメリカンスタンダードをグローバルスタンダードとして押し込んできますから、あれはあれでビジネス的には多分正しいやり方なんだと思うんですよ、コストが低いので。ただやっぱりアジアの国々一国一国はアメリカに必ずしも迎合しようとしてるわけではないので、それぞれオリジナルのカルチャーがあり、特にあの宗教の違いは結構大きいので、
まあ、そこをどうやって我々が取り込めるかだと思うんですよね。なるほど。皆さん、あの上場企業の社長がですね、こういったもうあのストリーミング配信で、こういった発言をするので、こう大変ね、あの勇気のいることを。これ流してるんでしょ。そう、流してますね、これね。うちが流してる、しかもそう、紹介者が流して、はい、まさにシンガポールとつながってる、これが VCube ね、これをね、あの発言するのはですね、大変こう厳しい。配信も VCube やってるんです。配信も VCube ということでね、はい、これをですね、あの、まあ、上場企業の社長がこう発信するのは大変こう厳しい、難しい、難しいことなんです。そこをですね、こう飛鳥会議ですから、どんどん丸裸にこれからしていきたいんですけども、さて、柴田さん、柴田さんの、 あの大幸薬品なんですけども、柴田さんの会社の、ドメイン、あのインターネット開く時のドメインがですね、正露丸 COJP なんですね。それぐらいこう正露丸というイメージが強いラッパのマーク、柴田さんのですね、まずあの、まあ、国内もちょっと触れていただいて、グローバルをどうしているかということをお話しいただきたいと思います。あのもともと正露丸はね、あの行人兵のね、ロシアを征服するという、まあ、商標を、あの我々の、まあ、元の会社が取ってたんですけどね。で、まあ、日露戦争の時に非常にこう大きく、まあ、有名な薬になりまして、で第二次世界大戦前もやはりその大東亜共栄圏というね、日本軍が掲げたアジアをね、東アジアを一つにして、まあ、経済ブロックをすると、まあ、その中の視野の中に、まあ、正露丸が必ずあったわけですね。で、まあ、ちょうど、まあ、敗戦の後、まあ、父がですね、あの陸軍少尉で、まあ、おそらく死んだだろうというふうに思われて、ひょっこり現れてですね、まあ、他の兄弟はびっくりしたと、まあ、そういう経緯がありまして、で、まあ、ラッパのマーク、まあ、これは昼食ラッパなんですけどね、あの日本軍が敗戦したんで、あの音の商標を役に取らせていただいたと、まあ、そういうような感じで、まあ、あのもともと市場が あったわけですね。で、まあ、敗戦してですね、でどうしてもこう、正露丸ファンの方がおられて、でその方が、まあ、香港の財閥、まあ、商売成功された方で、まあ、その方を中心にこう、商品が主体的になって、我々は商品を供給するということでアジア展開が始まりました。まあ、そういう意味ではこれから日本で成功してアジアに行くという、ビジネスモデルは今からクレベリンというのを私開発したんで、で日本で結構正露丸を超えるぐらい売り上げができましたから、これからいかにこう海外に持っていくかというのが、まあ我の私の今の最大のミッションでもあります。柴田さん、クレベリンっていうのをちょっと説明していただきたいんですが、正露丸はもうみんなほとんど使ったことがあると。さて、クレベリンお願いします。クレベリンは11年前まで私豊中病院の外科部長やってたんですよ。で私の友達がタバコの消臭剤開発したって言って、で確かに二酸化塩素が出るんですよ。で二酸化塩素を教科書で見ますとね、次世代の消毒剤って書いてるんですよ。でもなぜ一般に売られないかいうと、濃度コントロールが不可能であるというふうに書いてるんですよ。でそのゲル剤は濃度コントロールができるというんですよ。で液剤も濃度コントロールができるって、じゃあ豊中病院で解剖室で実験しましょうということで、まあ、解剖室あの6ヶ月前に私の、病院の外科病棟に肺炎の患者が入院されて3日で亡くなったんですよ。で研修医が、まあ、受け持ちをしてですね、僕に文句言うんですよ。これは内科の患者、内科の患者じゃないか言ってね、あ分かった分かった、ちょっと待ってっていう間にやっぱり亡くなっちゃって、病院で亡くなると解剖しますよね。そしたら、まあ俗流結核、まあ、結核の敗血症ですよね。そしたら6ヶ月後にその文句を言ってた研修医と、それから技師さんがやっぱ結核になるんですよ。でこれは大変なことだなということで、たまたまその二酸化塩素の消臭剤を解剖室に置いて浮遊菌を測ったんです。これはもう病理の先生の了解を得てですけどね。そしたら匂いが消える、そして浮遊菌が消えたんですよ。えっって思ったのね。匂いが消えて浮遊菌が消えるのは我々医学界ではね、同一ではないんですよ。それを初めて体感したことで、匂い消しが空間除菌剤、空間ウイルス除去剤になると仮説を立てて、まあ、すぐさま私は大幸薬品をに入ってですね、親の会社でしたから、でそれを論文を、どん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 出して世界中の学会に、国際学会に発表して、こういろんなこう広報をかけながら、コストをかけずにですね、認知度を上げて、新型インフルエンザ対策で、BCP の企業セミナーをどん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 ビッグサイトでもやりました。そうすると、まあ、H7 じゃなくて舞台インフルエンザがやってきて、まあ、上場とともに株価が上がって、今はこうなって、またこうなってと、こういう感じです。
ちなみにクレベリンっていうのは皆さんお使いになったことがある方ない方もいらっしゃると思うんですけども、空間にですね、いわゆるその二酸化塩素をですね、固体からクレベンゲルの場合はですね、二酸化塩素すごく小さい低い濃度の二酸化塩素を、充満させて、例えば SARS だとか今で言うと MERS 新型インフルエンザをやっつけようと、そういった薬をですね、薬とちょっと補足情報として、出しておく。ちなみにセイロガンっていうのはロシアを征服するために作ったということなんですけれども、今ロシアでは発売されてるんですか？この間大阪北ロータリーでロシア領事が横にテーブルに座られて、で私はもともとセイロガンはアニサキスに効くというのは知っててですね、論文してるんですよ。でプーチンさんは刺身を食べるとアニサキスで胃腸炎に急性胃炎になるんで刺身禁止令を2年前に出してるんですよ。で私はプーチンさんに会ってセイロガンだったら効きますよということを一生懸命言うがためにロシア領事が横に座られたんで、もうそればっかり言ったんですよ。でもう一度説明して合わせてくださいって申し上げたら、最後にクレベリンの話したんですよ。でクレベリンの話だけは聞くわということでね、資料だけお送りしたという逸話があります。これロシアの方ってセイロガンの由来って知ってるんですか？いや、ロシアは正しいですという薬というふうに。これからね、どうやってロシアに向かっていくか楽しみなんですけど、さてローカルからグローバルといったらこの人ということで、孝太郎さん今シンガポールからつながっているんですけども、最近の活動とですね、ご自身の活動と、今アジアであるいはグローバルで勝ってるやつらはどういうやつらが勝ってるかと戦えてるかということをお話しいただければと思います。いろんなことやってるんですけど、一つとして大学の先生をやってますから、ちょっと学者っぽいことをね、言わせていただくと、さっきの真下さんの話で面白かったですね。やっぱりアメリカの企業ってアジアにそんなに熱心じゃないんですね。それはなぜかというと、アメリカ自体にいろんな製造業も含めて回帰してますから、なぜかというと、アメリカは世界最大のイノベーションの工場でありながら、新興国並みの人口増加してるんですね。ほとんど移民ですけど。ですからアメリカ企業は自分にしか関心がなくて、自分のことを言うことを聞くんだったら出て行ってやるぐらいの感覚で新興国に出てて、アジアはまだこれから来ると思いますけどね。だから急いだ方がいいなと思ったと、もう一つやっぱりアジアを席巻しつつあるのはヨーロッパですね。ヨーロッパもご存じのように、こう域内に成長ポテンシャルがほとんどないので、それと同時にASEANインドもそうですけど、中国もある一定の期間そうでしたけど、アジア、今回の定義で言えば、ASEAN プラス中国プラスインドで大体30億人ですね。ここをアジアというふうに定義するとしたら、ほとんどがヨーロッパの植民地だったんですね。フィリピンがアメリカに最後植民化されましたけど。ですからやっぱり、アメリカ、フィリピンは得意なんですけど、それ以外の国はやっぱりヨーロッパが昔取った金塚と、やっぱりアジアの人々は、こう言っちゃなんですけど、心の底ではですね、今生きていらっしゃる方、これからの世代は別ですけど、やっぱりヨーロッパにコンプレックスがあるんで、ヨーロッパの企業、特にシンガポールでも、ASEAN 全体でもドイツの企業とか、ドイツはちょっと植民化にはうまくいかなかったんですけど、フランスの企業なんかすごく強いですし、もちろんイギリスの企業も強いですね。だから、アジアは結構まだアメリカのその草刈り場にはなってるんですけど、意外とその日本の裏庭という意識を持ってて、日本企業はゆっくりしてるんですけど、実はヨーロッパはかなり入ってきてますから、日本の裏庭とは言えないというところがあると思いますね。で、広がって、マシャさんみたいな例もあって、で、マシャさんも含めて、成功してる企業を僕なりに定義してみるとですね、やっぱり一つは社長というかトップ、意思決定をする人が、英語が最低でも英語が喋れて、それに中国語もプラスしたらいいんですけど、あとやっぱり拠点を移してるから見える絵が変わると思うんですよ。マシタさんもやっぱシンガポールに住まれてから、意外とここがその世界最大手であるアメリカの企業が5分以上に戦えるかもしれないっていうのを気づかれたと思うんですね。ひょっとしてその前から気づかれてシンガポールに移ったんだとしたら、それはそれでもっとすごいことだと思うんですけど、それが一つと、あとですね、僕はイミルケンインスティテュートっていう、皆さんに大変よくわかりにくいところにいるんですけど、
まあ、これは何かっていうと、まあ、マイク・ミルケンっていうね、あのウォール・ストリートの映画のゴードン・ゲッコー主人公ですね、カーク・ダグラスが演じた彼のモデルになった、まあ、金融イノベーションを起こした人間で、今世界の金融界ってのはほとんどがユダヤ系の人なんですけど、彼もユダヤ系で、ユダヤ系の総本山、現代の総本山の方ですね。で、金融、メディア、ソフトパワーですね。ソフトパワー、まあ、ハリウッドみたいな、あの、映画とかコンテンツ産業、教育産業。この辺、まあ、ユダヤが非常に強いんですけど、そこを仕切ってる、まあ、一つ、形としては NPO のシンクタンクなんですけど、で、彼らのネットワークをうまく使って新しい投資機会を生み出しているっていうところに、唯一、まあ、あの、シニアフェローという形で、日本人で、まあ、初めて入っているのが、まあ、僕なんですね。で、何が言いたいかっていうと、まあ、これは新興国に限らず、先進国でもそうだし、アジアに限らず、世界中そうだと思うし、ビジネスに限らず、人生全てにそうだと思いますけど、ネットワークが全てだと思うんですよ。誰に囲まれて、誰と話ができるか。あの、知ってるだけじゃダメで、ビジネスに使うんだったらお金の話もできる。そういうネットワークがあって初めて、あの、いろんな世界とのビジネスが成り立つと思うんですね。特にアジアはそうです。で、アジアでうまくいってる企業、これはまあ、日本に限らず、その、非アジア圏を母国とする企業で、アジアでうまくいってるところのほとんどは、やっぱりパートナー選びが非常にうまいですね。で、日本企業でも、あの、成功してるところっていうのは、誰と組むべきかっていうのをよくわかってます。アジアっていうのは政治と政府とビジネスが非常にいい意味でも悪い意味でも密接に関係してます。誰と付き合うかによって反論ももちろん違いますね。それ以上に、例えばもう登録書類のその処理のスピードとか、で、規制とか、あの、まあ、新しい、まあ、例えばその訴えられた時のですね、裁判の処理の仕方とか、誰を知ってるかによってですね、これ会っちゃいけないとか、まあ、日本にいたら、あの、クリーンじゃないなと思うかもしれません。これはまあ、現地化の一つですからね。現地では、やっぱり誰と付き合うかによって、ビジネスに関わる全てのスピードと、その広がりが全く違うんですね。自力でやって勝つ人も、中にはいると思いますよ。まあ、非常に強い製品を持っているとかね。ただやっぱり、誰とやるか、パートナーですね。パートナー選び。それともう一つは、あの、アジアって言ってもね、先ほどマシャさんが言ってましたけど、あの、中国もあれば、インドもあれば、ASEAN も一括りにして ASEAN の市場統合とか言ってますけど、10個全部バラバラなんですね。もう宗教もバラバラです。あの、EU っていうのは基本的には白人系でカソリックなんですけど、もう ASEAN に至ってはですね、カソリックもあり、イスラムもあり、ヒンズーもあり、仏教もあり、土着宗教もあります。それで、まあ民族も多様ですよね。言葉だっても山のようにあります。インドだけでも公用語で70以上ありますからね。それで今、英語も通じる、中国も通じる、ヒンズー語も通じる、まあ、マレー語もありますね。だから本当に多様なんですよ。で、経済発展段階で言えば、今問題になっているギリシャとね、あの、一番豊かな国のドイツって、まあ、一人当たり GDP でその10倍も変わらないんですけど、例えば ASEAN の中で、カンボジア、世界の最貧国ですね。それで、アジアで一番一人当たりで豊かなシンガポール。この差はもう50倍以上開いてます。だから経済発展段階もバラバラなんですね。どこと組むかの前に、まず最初にどこに出るかっていうことで、結構みんな苦労するし、そしてもうそれを結構間違えられてます。自分のビジネスモデルで一番重要なのは何なのか。インフラなのか、人口サイズなのか、まあ、平均年齢なのか、それとも規制なのか、宗教なのかね。で、そこの、まあ、ベストマッチで選ぶ、まあ、最初に出るところを選ぶべきだと思うんですけど、最初に出るところを選んで、そこでできたら、関連する業界で一番強い財閥。まあ、現実的には3番目ぐらいまで入れれば非常にいいと思います。もう一つ言えば、そういう財閥には日本企業を含めて、まあ、欧米からもですね、非常にいろんなオファーが来てますから、そこでも組めたのはいいんですけど、実はそんなに大事にされなかったというケースもたくさんあるんですね。優先順位が低い。だから、いい国にたどり着いて、いいパートナーにたどり着いても、彼らがどこまで本気でやってくれるか。このハードルがありますんで、そういうことを、まあ、水先案内人としてできるかどうか。まあ、僕もこういう水先案内みたいな仕事も、まあ、一定時間をハンズオンでやってますから、大量にはできないんですけど、まあ、そういうことをやりながら、やっぱりネットワークだな、というふうに思いますね。なるほど。孝太郎さん、最近、アジアシフトのご著書、拝見いたしました。その中で、
これからは実はもう日本で教育を受けることがもはや不利になるということをね、もうはっきり書いてありました。そのあたりについて、まあ、これからお子さんを持っているオーディエンスの方もたくさんいらっしゃいますので、日本で教育を受けない方がいい、あるいは、じゃあどうしたらいいんだっていう、そのあたりをお話しいただけますか。まあ、アジアシフトっていうのはね、アジアにシフトするだけじゃなくて、世界中がアジアシフトを起こしていくわけですよ。例えばアメリカですね。で、アメリカは2040年には白人の人たちがマイノリティになります。で、まずヒスパニックがマジョリティになるんですけど、その次はですね、何年かかかるかもわからないですけど、今ヒスパニック系の人口の伸び率の3倍ぐらいアジア系が伸びてるんですよ。だからまあ、この世紀の最後の部分ではアジア系がマジョリティになって、まあ、アメリカもですね、アジアシフトを起こしていく。まあ、日本もアジアといえばアジアなんですけど、もうこれからですね、日本の減り続ける人口、まあ、注意予測では2100年に5000万人を切るわけですけど、日本人だけでやっていけなくなると思うんですよ。日本人、今の日本国籍の人たちの人口は間違いなく減っていきます。もうこれはもう取り返しのつかないぐらい破壊的な減り方をしますね。ただ、まあ、国家としてそんなバカじゃないですから、途中でも、まあ、諦めて、日本語を押し付けることなく、アジアを中心にいろんな人に入ってきてもらう。そうじゃないと、もう介護も社会保障も、経済自体は持たないですからね。つまり、先ほどね、岩佐さんが、出るか、残るかっていう、決断の話をされてたんですけど、まあ、まさにそこが出発点ですけど、残っても日本の中はアジア化していくわけですよ。間違いなく。だって、御堂筋で歩いてる人、7割以上も中国の人ですね。中国系の人。銀座だってそうですね。この前行って銀座通りのしゃぶしゃぶ屋に入ったら、僕とその友達以外全員、外国の方でしたね。ですからもうすでに起こってますよね。だからこれがもっと広いスケールで、長いタイムスパンで起こっていくと思うんですよ。だから出ても残ってもアジアなんですけど、そういう時代にですね、まあ日本の教育も変わっていくと思いますけど、日本の教育の問題点っていうのはもう今の文科大臣も文部省の幹部も分かってますよ。ただ彼らでもなかなか簡単に変えられない。まあいろんな組合の問題とか規制とかありますからね。なり手の問題もあるし。でもやっぱりもうスピードが追いつかないですよ。変えていかなきゃいけない。それと僕はアジアシフトの中でも書きましたし、まあ最近もよく話を聞いてあっていろんなことが、いろんな方がまあ昨日も来られましたけどね。一番大事なのはやっぱり幼児教育だと思うんですよ。で、大学のグローバル化ばっかりしましたけど、申し訳ないですけども、出来上がった人にこれからやるよりも、まあ人生ネバートゥーレイトで、何歳からでも60歳超えて中国語を完全にマスターした人もいますしね。ただ、国家としての投資の効率から見れば、一番集中投資しなきゃいけないのはやっぱり0、4歳ですね。0、4歳。遅くとも0、6歳。で、このあたりに集中投資をしているというのはシンガポールの国家ですね。民間企業も国営企業も教育に関わる産業というのはやっぱり0、6歳で語学のベースを作っていく。そしてその脳のソフトウェアとハードウェアを作っていく。これまあ集中投資してますし、なんといってもすごいのは、まあ、シンガポールが僕はいいなと思うんですけど、うちの子供が去年2歳で来て、で入ったクラス15人のクラスで12国籍があったんですよ。で、国籍の凄さだけじゃなくて、その人たちですね、僕ら以外は全員ミックスなんですよ。ハーフとかクォーターとかね、そんな感じの人たちで、しかもものすごい勢いで、ものすごい多様なミックスなんですよ。まあ、下手すればおじいちゃんおばあちゃんも含めたら、家族で祝う祭りが全然別とかね。家族のホリデーも別。もちろんその宗教も別とか。そういうスケールでも混ざり合ってるんですね。で、僕ら家族がですね、嫁も日本人、私も日本人、子供も純粋日本人ですって自己紹介したら、ワオって感じでしたね。もう、絶滅危惧種かみたいな感じでしたね。だから、なんですね、語学とか脳の基礎的なハードウェアの出来上がりとかもあるんですけど、もう一つやっぱり、日本にいたら学べないのは多様性の中での多様力ですね。これもまあ僕も大学でスイスに行って刺激を受けて頑張ったっていうところもあるんですけど、もっとラッキーだったらというか、21世紀の子供たちは小さいうちから黒い顔、褐色の顔、白い顔で、もうみんなわがままですよ。そういう人たちに囲まれながらぶつかり合いながら育っていかないと、21世紀、まあテクノロジーも追いかけてきます。で、グローバル化も進みます。だからもうこういう、まあ、日本は高齢化しますけど、世界も同じようなスピードで高齢化していきますから、こういう大変化の時代に日本の教育のトラックに乗せたら、なんですか、21世紀にかつ
条件という、かつスキルセットを整えられないと思うんですね。だからやっぱり、突拍子に聞こえるかもわからないですけど、やっぱり外で育てた方がいいというのは僕の考えですね。孝太郎さん、じゃあ0歳から4歳を持つ子供は、とにかく外に出した方がいいということですね。無理してでも出せというふうに思います。これは早ければ早いほど入りやすいんですよ。だって、8歳とかね、超えたらね、試験があるから入れないんですよ。0歳とか4歳とかね。うちの子供もそうですけど、試験の資料がないから、順番待ちで入れるんですよ。現実的にもね、そうやれば、世界のトラックに乗っていきますから、中学校、高学校、高校、大学とか。中学校まで日本にいたら、世界の高等教育機関とか、世界の研究機関に入るのは非常に難しいと思いますよ。なるほど。そんな中で、柴田さん、日本で 50% のゲリドミ薬のシェアを持ちながら、今アジアで戦われているんですけども、このまずアジアに行こうという、まあ、ご自身がまずどれぐらいその日本以外の、まあ、グローバルに重きを置いているのかと、そして、いわゆる正露丸クレベリンをアジアでどういうふうにして展開していこうかと、まあ、その戦略的な話、そのあたりをお聞きしたいと思うんですけども、私は、まあ、11年前にこう太鼓薬に帰りましてね、で、まあ、病院に一日中ずっといる生活から、まあ、会社を介してですね、まあ、海外に出るようになって、でその時に、まあ、いろんな知名人の方とか、まあ、サムソンの会長とかとお話した時にも、やはりそのイエローはイエローで、まとまってでこう経済圏を作るべきだというふうなお話されてました。で私はその時に思ったのは、やはりパッと見た時に仲間だなというふうに許容できる範囲ってありますよね。顔を見ればまずそこはやはりその血液学的、人間の、ね、血統学的にもね、同種であると。で同種であるんであれば、いや元の起源に戻って、まあ、友達関係、家族関係を再構築して、まあ、国という、まあ、囲いはありますけど、それを外してですね、同じ価値観を持って共に繁栄しましょうという握り合いが、ね、できるというふうに思ってるんですよ。でそれは言葉の言語力じゃなくて、やはりそのフェイスフェイスでこうずっと一緒にいれば通じるものがあります。そして、何を必要として、そして何が楽しくて、何が美味しくて、で何が幸せでっていうのがかなり共有できます。まあ、宗教はまあいろいろあるにしても、でも宗教もそれを統合するためのこう信じるものであって、でそのあたりはまず絶対にまあ、セイロガンが日本で効く、だから皆さんも使ってください、クレベリン日本で効く、皆さん使ってくださいというのは言えるんですよね。でまずその辺のあたりで、本当に先ほどその政治の力にもありましたけども、昨日メコン5カ国の首脳のところに呼ばれて食事して、私名刺を交換してきたんですけども、やはりそれぞれのアジアの国も別々の言葉で別々の価値がありますけども、まあ、意外と顔似てますよ。ということはある意味そういうそのなんていうかな、何をどういうこと思いでどう、まあ、ビジネスにしていくかいうのを一本ストーリーをさえ作ればですね、やはりいいパートナーを見つけて、でその順番に当たっていく、そして選択していく、そして契約していくというプロセスをやれば、いいものであればですね、その思いは伝わるというふうに考えています。ちなみにですけれども、中国の方はセイロガンを歯に詰めておられて、虫歯の 歯痛いと、皆さんセイロガンね、歯に詰めると歯の痛みが取れると、日本人は有名な話です。これ中国の方はどうですか。日本は今でも歯に詰めて、あれフェノールが入ってるん で、フェノールというのは神経を抜くときに使う医薬品です。でそれが一部入ってますから、当然神経を麻痺します。で一時的に痛みを止めて歯医者さんに行って、また麻酔を打ってフェノールの、歯科用のフェノールで神経を殺して抜くんです。だからそれは応急的な処置として正しくて、日本でもミサ、セイロガンを歯に詰めるのは都市伝説じゃなくて正しいということをね、今社長から次回お聞きしたんですけれども、さて増田さん、これからまさにそのグローバルどう戦っていくかと、はいはい、おそらく、今、まあ、シスコ、グローバルトップのシスコや、MS が虎視眈々とアジアを狙っているんじゃないかという中で、これからどうしていこうか、はい、
これからどうしていくか、まあ淡々とやっていくだけなんですけどね、日本でやってることを基本的に海外でやってるだけなんです。もちろんやり方は違うんですけれども、まあ、さっきまさに田村さんがおっしゃったようにパートナーどこと組むかって非常に重要だと思います。まあ、そこをしっかり見つけて、で逆に言うとアメリカ系の、まあ、大手企業に比べるとはるかに我々はフレキシビリティを提供できますから、そこの価値観を感じてくれるケースは結構多いんですね。でかつ我々も、まあ、日本国内でずっとこう8年間シェアナンバーワンを走ってると一応そういうブランドも言えるんですよ。これはちっちゃいか大きいか別にしてもね言えるので、そういったことをしながらしっかりパートナーを作っていく。でただ実は我々最初パートナーだけでやろうとしてスタートしたのが2009年なんですね。で鳴かず飛ばずでしたよ。なんでかというと組めるんですね、大手とも組めるんですけど、まだまだ新しい商品、いやまだマーケットになくて文化もなくて、この中でもほとんどまだ使ったことないですよね、みんなね。日本ですら実はパートナーさんってまだ売れないんです。なんだか売りにくいし、要は説明しないと売れないからまずめんどくさい。でしかも我々みたいに月額課金っていうのは月々数万円とか、まあ下手したら数千円から数万円しかもらわないわけですよ。そうすると普通 IT の販売してる会社ってコピー機とか、まあパソコンとか1台何十万何百万のものを売ってるので営業マンの評価が合わないんですね。で営業マン要は100万円のコピー機と月々5万円の V キューブどっち売りますかっていうと、売上評価をされた時点で今月の売上だけ見たら100万対5万なんですよ。これ日本でも同じ問題が起きています。ただこの5万っていうのは年間60万、3年で180万なんで本来は価値が高いんですよね。だけど明日のことを考えているとか、まあ来年のことを考えている営業マンは全くいませんし、来月のことすら普通考えてないですよ。今月の数字をどう抑えるかなんですよね。そうすると売るわけないんです。お客さんが持ってこいって言ったら持ってくと思うけど、自分で頑張って売るってなかなかいないんですよね。だから我々何やったかというと、やはり日本でも我々強かったのは直販部隊をしっかり持ってたんです。で直販部隊でしっかりマーケットできてくると代理店さんも売るようになります。で今アジアでも我々海外に行ったら直販なんか無理だろうと思ってました。だけどもう実際2012年から直販を始めたらガラッと変わりましたよね。普通に例えばマレーシアでもどこでも僕らテレアポしてます。日本と変わんないですよね。あでもすごいのはマレーシアテレアポの、ね、アポ率 10% 超えますから。これテレアポしたことある人すごい分かると思いますけど、普通日本は 1% 切るんですよね。 1% 超えたら優秀なんですけど 10% ぐらい個人情報とかあんま気にしないんで、担当者の連絡先教えてくれって言ったら IT のマネージャーの携帯まで教えてくれますからすぐもう突破簡単です。その代わり買ってくんないですよ。だから会って後 の制約率低いと思いますけどね。だそこのところ、まあ何でしょう、かなり地道にやり始めてから効果が出始めたというのも事実ありますし、そこで売れてくると代理店がなんだ売れんなら俺も売ろうかという形で動き始めるんですよね。だから、まあ海外に行ったからじゃあ違う、まあ、こう日本と違うんだっていう思い込みを結構持って我々いたんですけれども、実はそうじゃないことは結構あるなと。で、まあ、まさにさっき田村さんがおっしゃったように、そのパイプをどう作るかは日本以上に強大事なのは間違いないので、そこに行くためにもしっかりとしたその土台を作る、まあ、そこのところが大事なんじゃないかなってのはそう思ってますし、それを引き続きやっていこうかなというところですね。ちなみに今の増田さんのお話からすると、いわゆるその日本型の営業、はい、あるいは日本型のお客様に対する、この細かいリクエストに応えることがアジアでも十分通用するということなんですかね。全く通用すると思いますね。日本的なトゥーマッチなサービスをやっても意味がないんですね。でここは逆にお客さんの期待値より高いことはいいことなんですけど、コストが高すぎて合わないんですよ。ただその何でしょう、こう各国の事情とかローカルマーケットの事情に合わせてちゃんとやってあげる、これは非常にやっぱ重要だと思うんですよね。で言語対応に関しても我々おそらく唯一のタイ語版を持ってるグローバルサービスだったりとか、タイ語版ヒロヒロしたやつね、タイ語版とかインドネシア語版も僕らあるんですよ。なんかフランス語版もありますけどね。これタイとかインドネシアって皆さん英語でビジネスできると思っている人いるかもしれませんけど、全くできないです。基本的にタイとかインドネシアで英語のサービス提供するっていうのは日本で英語のサービス提供するのよりも厳しいかもしれない。でこれ一つとってもそうなんですよね。なかなかこういうのってやってこない大手アメリカ企業って多いんですよ。市場がちっちゃいからまだまだ後回しになるんで、そうなってるうちに頑張って僕らやんなきゃいけないですよね。いつ入ってくるかわからないグローバルトップを入ってきてます。入ってきてる、はい、いつ
こう力をもう全力で奪いに来ますからね、彼らはね。という前にその市場をある程度かっさらっておこうと。そうですね、ということですね、はいはい、やっぱり一個一個僕らの目アドバンテージは僕らからすると10億20億っていう、まあ、円にして金額ってでかいんですよね。でかいじゃないですか。これ僕らやったら、ね、平均で10億くらい、10億売れば海外で5億以上利益出ますから、これでかいんですよ。これアメリカ大手がそう10億って貸すみたいなもんなんですよね。頑張らないですよね。アメリカの市場がでかいので。僕ら今日本の市場って100億しか市場規模ないですけど、アメリカ2000億くらいなんですよ。そうするとなかなかその上と変わんないんですよね。柴さん、はい、日本ではラッパのマークといったらもう誰でも知ってるわけですね、セイロガン。これをですね、アジアに持っていくときに何を武器にして、どういうふうなこう売り方をするか、そのあたりの お話をお伺いしていいですか。まあ、今私どものブランチが香港と深圳と上海と台北にあるんですけどね。で、まあ、メインは香港なんですけども、香港はまあ全て現地ですね。だから現地人ですね。だから日本人は誰一人海外のブランチにはいません。で、まあ、実際、まあ、日本でこう何年か教育して出してるんですけども、であともう一つはやはりそのいかに本当に先ほど出ましたようにパートナーですね。でもともとセイロガンが中国で今よく丸薬がセイロガンは中国の方がよく売れてるんですよ、日本よりもね。でそれはやはりその、まあ、1950年代から香港でテレビコマーシャル、ラジオですね、まずはやりますと、当然香港からこう河南地域とかね、広州あたりに流れて、でテレビコマーシャルするとまた流れて、で最終的には並行輸入品がたくさん出るようになって、中国で海外の医薬品第一号が我々のセイロガンなんですよ。まあ、そういう意味では先行的にできたということと、それからあと効率よく、まあ媒体をうまく、メディアの媒体を使えた。で人が集まるところにやっぱ集中的にこう看板を出す。そしてそういうあたりをこう現地の代理店と現地 の社員がまあ主導的にやってもらう。で我々はまあテレビ、ね、先ほど言ったように毎週テレビ会議でこう各ブランチで、まあミーティングはまあ15分ずつぐらいをやるという、そういう感じでやってます。ちなみにその日本の医薬品だと、日本製だというそのアドバンテージ、あるいは日本製だということに対して人々がこう実際買うかどうかっていうところではどうですか、ジャパンブランドに関して。ジャパンブランドはものすごく評価高いです。だから中国のパッケージには日本国大阪府吹田市って書いてますよね。でだからやはり日本国はものすごく中国では評価高いです。特に品質とか製品に関してはですね。で政治の問題は、まあ、その時ドキドキでこう変わるだけですよ。だからそれはもう基本的にはあまり中国国民はあまり意識してないです、ね、消費者からすると関係ないですよ ね、 あんまりね、全く気にしてないですね、はい、もう日本製は圧倒的に有利だと思いますよ。どの国行ってもほとんど有利にしか働いてないです、今のところね、はい。さて幸太郎さん、これからローカルで頑張ってきた企業がいよいよそのアジアに出ていかなければいけない、あるいはグローバルに出て いかなければいけない、その第一歩をどうやって踏み出したらいいかというのが意外とこう難しくて、こう大きなテーマになっているんですけども、まずアジアに出ていく、あるいはグローバルに出ていくときに企業あるいは人が取るべき第一歩、それは何ですかね。だからね、まあ、その一般的な話ですよね。だから、まあ、そのお二人の話は結構例外的なわけですよ。で、全くうまくいってない会社もいっぱいありますし、日本製はいいっていうのはね、確かにそうなんですけど、他の国の性能もすごい上がってるんで、それ日本人に会ったら日本製いいって言いますよ。それで日本に来たら、日本に来た目的があるんですから、仲良くしなきゃいけないから日本製はいいって言いますよ。まあそれはお二人の会社はね、まあ、特別なもんなんですけど、やっぱり僕がいろんなケースを見てて思うのは、そうでもなくなってきてると思うんですね。それとやっぱり、マスターさんの話にあったように、クールジャパンもそうですけどね、ものづくりとか言ってるんですけど、一番日本ができたような販路開拓ですよね。ものづくりにこだわってるんですけど、売り方とか売れるネットワークってちゃんと作ってないんですよ。だからはっきり言って、何も売れてないんですよね。あんまりぶち壊して申し訳ないですけど、あとはその、日本でね、日本はすごいとかいう、そのテレビがもう目白押してないですか。僕も帰ってきた時見てちょっと違和感を覚えるんですけどね。あれ逆に外国が、そのフランスがフランス人はすごいみたいなのやってたら、皆さんどう思いますか。
アメリカ人はすごいみたいなってどう思いますか？はっきり言ったらね、日本にいる外国人はもうナチス型だって言ってますよ。その人種の優劣さをもろに出してですね、いいとこも悪いとこもあるのがどの国でもそうなんですよ。たまたまその部分に関してはその良さが出てるんですけど、別の部分ではそれは長所が短所になったりするわけですよ。なんか自分で自分を慰めてるようなのも あわれんでしまうし、そしてその勘違いしてしまうとしたら、それはやっぱり印象悪いですよね。そんな、フランスでそんなテレビ番組絶対ありませんよ。なぜかというと、いろんな人種がいて、フランス人というのの定義が難しくなっているから。アメリカ人もそうですよ。アメリカ人の定義なんてもうできないですよ。ヒスパニックもいれば、黒人もいれば、白人もいれば、白人の中だっていろんな系列がありますよ。で、アジア系も台頭してる。その中で一つの人種的に、こうアメリカ人みたいにまとめてですね、その優秀さをね、訴えるなんてことできないですよ。で、してたらもうおかしいですよ。まあ、その、もう一つ問題、で、僕はね、オールジャパンとか言ってる発想がもうおかしいんですよ。グローバルオールスターでやるべきなんですよ。もう勝ってる、アメリカの企業でもそうです。シリコンバレーで勝ってる企業って、ほとんど外国人がやってますよ。その後、アメリカ人になるケースもあるけど。それは70億人のタレントを集めてきて、競争させたら、半分以上はアメリカ人以外になるの簡単じゃないですか。3億2000万人しかいないんですからね。日本、オールジャパンにこだわってるところが僕は日本の弱さだと思います。やっぱり適材適所で、本当にこうテクノロジーに向いてる人、マーケティングに向いてる人、財務に向いてる人、で、適材適所をあの選んできて、最終的にそれが全部日本人だったらそれでいいと思うんですよ。別にそんな、日本人以外を選べって言ってるわけじゃないですけど、多分そうなってないから、オールジャパンでやるしかないと思うんですね。例えば、こちらで勝ってる企業にも、もうまるっきりドメスティックみたいな企業もありますよ。日本でね、早く来て、長くやって成功を掴んだと。ただその企業をやってるのはね、拠点長の3倍ぐらいの給料をミドルクラスに払って、もうオールスターでちゃんとマネージしてますよ。はっきり言ってもアジアのミドルクラスの方が、日本のミドルクラスよりも、はるかに高い給料もらってますよ。中間管理職という意味ですね。だトップは日本人だけど、その下はもう3倍、4倍の給料をもらってる課長部長みたいなのがシンガポール人だったり、インド人だったりするわけですね。で、一つその傾向があるとしたら、まず余裕があるときに出ていった方がいいってことですね。背水の陣でアジアに来られる人はもう間違いなく激震しますね。なぜかというと余裕がない。だからアジアで成功するのは、どんなそのいい商品でベストパートナーを見つけても時間がかかりますよ。その時間を待てる体力があるかどうか。そして変化が激しいですよ。政権変わったら方針が全部変わって法律も税制も変わるみたいなこと珍しくないですからね。そういう激変にも耐えられるか。で、パイプを作ったとして、例えばインドネシアでパイプを作ってたんですよ。ユドヨナさんのとこに。しかしこれがまた、ジョコビーさんになったら、全く違うパイプになりますから、そしたらそのパイプの人たちは逮捕されたりするわけですよね。そういうのに関わらないぐらいの、頼らないぐらいの自力をしっかり持ってるか。だから、一つはもう体力がある、余裕がある時点で来るかどうかっていうことですね。排水の陣はダメだと思います。そして販路ですね。でも何度も言いますから、パートナーで、パートナーだけ選べばいいというのは、パートナーを本気にさせなきゃいけないということですね。で、そこまでたどり着く。まず最初に、アジアってもうずっと一目ためしますけど、セールガンさんは、まあ、はけば中国系ですよね。マシャさんどっちかというと ASEAN ですよね。広いから、まずどこから行くかということが大事ですよ。インドに行くのか、中国に行くのか、戦線を広げても、太平洋戦争と同じで、もう全滅する可能性が高いですからね。フォーカスしなきゃいけないんですけど、まずフィリピンにするのか、ベトナムにするのか、ね、シンガポールに置くのか、で、もうマレーシアに置くのか、全部違いますから、さっき言ったように、英語は通じないところだってありますからね。だから本当にこう、まず準備が大事ですよ。体力があること、アジアをよく調べていること。それで僕はもう、長い目で見て成功するなら、社長は日本に行っちゃいけないと思います。日本にいるとさっきみたいな番組もあって、ずれるんですよ。で、僕もその政治家としてね、世界中の偉い人が来た時に会ってましたけど、彼らも日本に来たら日本と仲良くして、できるだけ成果を持ち帰りたいから、もういいことしか言いませんよ。で、相手の国だったら全く態度違いますよね。それはもういろんな人と会ってるから。ただ、日本にいて、アジアを考えちゃいけない。世界を考えちゃいけない。その場所に行って、外国人として、いろんな扱いを受ける中で、しっかり戦略を立てなきゃいけない。日本にいたら僕はずれると思います。アジアを攻める。はい。もう、とにかく日本にいるなと。違う、そういう意味じゃない。そういう意味じゃない。そういう意味じゃない。そうです。もうとにかく出て行きましょうというだから力がない人はやめた方がいいって言ってるんですよ。力がない人はやめた方がいいです。はい、
あの排水の陣があるあの人は出ていかない方がいいということで、余力ないときついと思うんです絶対に。あのいろんなこと起きますからね、さっきまさにおっしゃってたように政権変わった瞬間いろんなこと変わっちゃいますし、我々もタイでやってた案件の全部ぶっ飛びましたからね、平気で起きるんですよ、あれ億単位で利益飛びましたから。そういうことが起きてもなんとかなるような体制がないと、本当に排水の陣で、要は日本でうまくいかないものがあのうまくいくわけないんですよ、ほとんどのケースで。日本でうまくいかせられない技量でいったところでうまくいかないと思いますね、そういう面では。いや本当にその通りですね、マシさんが言った通りで、日本でうまくいってない、でアメリカ行くのは怖い、だからアジアに行こうみたいな上から目線の舐めた考えの人多いんですよ。そんなに甘くないですアジアは。そういう人は来ない方がいいですね。あれですか、その高田さんもジャパンブランドというのを過信しない方がいいっていうことなんですか。もちろんあるのはありますよ、その日本は好きだし、あの世界で一番あのアジアが日本を愛してくれてます。あの外務省の取った統計によってね、9割以上が何らかの形で日本が好きって言ってる地域は世界中ここしかないですからね。アメリカでも嫌われてないですよ、でも好きなのは6割ぐらいですよ。ヨーロッパでも半分ぐらいの人好きですよ。でも9割の人が日本が好きだって言ってるのは、まあ、東南アジアですけどね、東南アジアだけですよね。だからブランドはいいんだけど、だけどその追いついてきているってことですね。追いついてきているのとヨーロッパも来てるから、例えば韓国企業の例を出しますとね、日本のベーカリーとかパンとかうまいとか言われてるじゃないですか。実際そのうまいと思うんですけどね。しかしじゃあどこが席巻してるかって、今あのシンガポールでも東南アジアも強いのは韓国の会社ですよ、パリバゲットってやつですけど。じゃああそこどうやってるかというと、さっきパートナーって言いましたよね。パートナーは何もその現地のパートナーに限らず、このパリバゲットはスイスの有名なチーズとミルクの会社を買って、そのブランドとその素材を使って結構おいしいものを作ってるんですよ。どこにもパリって感じはないんですけどね、その韓国系の人が作ってて。だけども大ヒットしてますよね。日本のパンは美味しいとか言ってるけど、それもそうなんですけど、いろんなやり方があって韓国系が伸びたりしてるんですよね。だからやっぱりあのそれに安住しちゃいけないし、現地に行って正しい感覚をつかむことですよ。ただ確かにそのお二人の製品は日本製だからっていうこともあるでしょう。ただそうでもないのも結構たくさんあるんですよね。なるほど。柴さんどうですか。いや、 やっぱりそのアジアの中でね、一番先進国がまあ日本で、それをベンチマークに追いつけ追い越せて、まあ、いろんな手法でね、 その、まあ、それがあるべき競争環境になっていると思うんですよ。でしかしながら日本は、まあ、先ほどおっしゃられたようにこう甘んじてたらダメで、やはりそれをまたリーダーシップを持って、で文化的水準とかそれから価値観とかこういろんなこう、ね、こう食感にしても、やはりこうどん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 こう極めていくことができると思うんですよ。でそこでどういう価値を見出すか、そしてその価値をどういうふうにこうビジネスに変えていくか、でそういうこう、まあ言ったら今言ったように、あの日本人をリスペクトしているその、たくさんのまあアジアの東南アジアの方々をどのようにこう、顧客として、そしてなおかつこう持続的に信頼関係を構築しながらウィンウィンですよね、をどういうふうにまあ提案できるかというのがやっぱり今やっていく根本的なコアな部分で、であとはあの各論になると いろんな選択があるというイメージですよね。ありがとうございます。まもなくあの質疑の時間に入るんですけども、じゃあそのモデレーターのお前は何をやってるんだということで、私のそのまあ対あのアジアに対するお話をしておくと、宮城で農業生産をやっていると。でね、昔ね田村幸太郎さんが鳥取のね、あのスイカをですね、あの UAE に持って行ってこう売ったと、3万ぐらいで5万ぐらいですかでしたっけ、売ったというね、あの記事を3枚売ったんですね。でこれは日本のものはうまいだろうということで、まあ、インドにその農場を作って、インドの方々に、イチゴですね、イチゴをこう売っていると。今のところ我々が作ったイチゴっていうのはこう圧倒的にインドの中で強いわけですね。他のまあ何よりもこううまいというような評価をもらっていると。で私個人的に言うと、まあ、もちろんこのセクターにもよりますけども、このジャパンブランドやジャパンの製品が通用するっていう領域っていうのは、通用するとかそれがもう大変競争優位を持つ
領域というのは山ほどあって、これはもう一度洗い直す必要があると。特にこう食料、食べ物に対しては、そういったこう印象を受けているということです。さて、あの質疑の時間に入りますけれども、今から、約、15分間やりますね。あのいい時間にしましょう。ではあのまとめてあの質問を取りますので、質問の内容を簡潔に、まあとは誰に答えてほしいかということも、もしあの希望がありましたらお願いします。はい、はい、まずじゃあ一番、後ろの方と、前の3名の方、4名、はい、お願いします。いいお話ありがとうございます。田村さんの話実は聞くの3回目になります。で、田村さんに質問です。世界中で見たときに日本のミドルリーダーのレベルはどのように評価されているかというところと、あと何が足りなくて私たちが企業としてどんどん出ていくというところを教えていただいたんですけど、何をやっていくべきかというところをぜひ教えていただきたいです。はい、次の方。はい、真下さんに質問です。日本にいながらですね、その多様性の中の対応力を身につけるにはどうしたらいいかということをお伺いしたいです。例えばあの今の社員の方でこれから海外に行けば一番いいんでしょうけれども、日本の中でどういう準備をさせているかということをお伺いしたいです。はい、次行きましょう。マイクいきますか。はい、田村さんに質問です。アジアに行くときに一従業員の立場としてアジアに行く方法についてどう評価されてますでしょうか。企業家、経営者として企業として行くのは分かるのですが、ネットワークもない、何も知らない、人脈もない中で、あの駐在員だと3年ぐらいで戻されますから、一従業員として現地の会社であったりアジアに行く、その方法はどう評価されてますか。もしそれがありだと思うなら、どういうこうマップというか進路で攻めていけばいいのか、ヒントをいただければと思います。はい、もう一方。はい、マイク持ってますね。はい、はい、田村さんにお伺いしたいです。お話ありがとうございました。無理にでも、0歳から4歳、0歳から6歳を出せというふうに言っていただいたのは、ありがたい話だと思ってて、でも、よくご存知だからその危機感を持って言っていただいているんだと思うんですね。それを知らなくて子供を守らなきゃと思っている親もまた多いと思っていて、その人たちにポジティブに、出す意思を持ってもらうために、何か工夫できることがあれば、発信していきたいので、教えてください。はい、じゃあちょっとこの辺でじゃあ、答えていただこうと思います。田村さん、まず、日本のミドルのリーダーの話お願いします。はい、まあ、一般論はちょっと今のミドルの人も、ケースバイケースだと思うんですね。業種とか規模とかによって。だから、ざっくりにしかならなくても恐縮なんですけど、そのミドルクラス、現場レベルからミドルクラスまでのは、僕は圧倒的に日本人が優秀だと思いますね。経営層はやっぱりその世界にはもう経営層のマーケットがしっかりあるんで、そこで競争して、厳しい競争で厳しい実績を問われる人たちは、やっぱりその上の方のレベルは外国の方が、アジアも含めて高いと思うんですけど、ミドルクラスはやっぱり日本の人が、ざっくり言えば僕は強いと思いますね。ただ、こっちではね、その長時間労働っていうのはまずないですし、例えば上司が残ってたら部下として帰りにくいっていうのは、僕もサラリーマンだったからすごくよくわかるんですけど、例えばシンガポールでそんなことしたらね、みんな辞めますね。なぜかというと、このなんか効率の悪い上司についていくのは嫌だとかね、出世してもこんなことやらされるんだったら嫌だとかいうことで辞めていくわけですよ。だから働き方を変えなきゃいけない。だから効率的に仕事ができる人にとっては、アジアというか外国の企業で日本のミドルの能力を持って働けば、その語学とかそのスキルセットがあれば、僕は とっても面白いんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。そうですか。また後です。全部お答えいただいても、まず次に 何も知らない人が行くにはどうしたらいいかということと、子供を守らなくてはいけない、子供を外に出すにはどう出したらいいのかっていう、その2つにもお答えいただきたいと思います。社員として行くのをどう思うかっていうことですよね。だから本人のキャリアパスがまず基本にありますよね。本当にアジアでやりたいとかなのか、それともそのこだわっていることがあって、その過程でアジアを触れておくのが大事なのかっていう、いろんなことが大前提としてあるんですけど、将来アジアでやりたいことがあって、その会社に残るのがいいという判断でしたら、その会社としてそのアジアに連れて行ってもらえるようなチャンスが与えられる可能性があったら、それは必死になって、
もうあの上司に媚びを打ったりですね、まあ、もう 何試験を受けたりしてでもですね、アピールしてアジアに行くのはいいと思うんですね。そのもちろん起業家として行くとかいろんなことがあるんですけど、やっぱ現地に行かないとわからないこと、例えばその日本にいるとアジア一の先進国は日本だっていうことになるんですけど、まあ、サイズで言えばそうなんですけど、サイズでも中国ですね。一人当たりの豊かさとか生活のレベルの高さだったら圧倒的にシンガポールですよ。もう一人当たり GDP で見たら4割ではあのこれ以上為替が下がると倍ですよ。一人当たりの豊かさがシンガポールに行けばで家賃も倍ですよね。あの普通の生活費もほぼ倍です。安いのはまあ屋台とタクシーぐらいですよ。でもそれだからなかなかあの拾えないですけどね。だからなんていうんですか、そういう実感を持つ意味でもアジアに出てみて、意外だったらフィリピンなんかやっぱりあのまだ発展途上のイメージがあって、確かにスラム街もいっぱいあるんですけど、マカティとかに行けば目隠しって下ろされたらですね、もうシンガポールと変わらないぐらいの進歩をしてて、何が言いたいかというと、国家としてはまだまだなんですけど、その中の主要都市っていうのは東京と同じぐらいの購買力が下手したらあるぐらいの国で鳴らしたらですね、いっぱい貧しい人もたくさんの人が地方に住んでるから、足して平均すればあのまだまだ日本に呼ばないんですけど、ジャカルタの一部だけ見たらですね、日本と同じぐらいの東京と同じぐらいの購買力がある人がいるとかね、そういうそのなんていうんですかね、あの現地にいてしか実感できない触れられないことを植えるという意味では、そのあの社員としても意味があると思います。最後の子供を守るということですけど、まあもちろんそのあの日本が安全神話があるんですけども、安全というのはシンガポールの方がはるかに安全です。まあこれはあの多分この中継も含めてですね、ほとんどの人のネットは全部見られてるし、隠しカメラもいっぱいいろんなところについてるし、何かあったらすぐ警察が来る、交番はないんですけどね。だからそのシンガポールってある意味そのこれだけの多様な民族がいて日本人しかいない中でそれぐらいの治安ですよね。多様な民族がいてシンガポールの中でも平均は高いですけど、もうものすごいその格差がありますから、日本以上の。その中でこれだけの治安を守っているっていうことを見たら、はるかに僕はその日本よりもシンガポールの方が治安がいいと思いますね。だから家族を置いておく中、で、なんといっても地震もないし、台風も来ないんですよ。台風が発生するところよりも南にあるから台風が絶対ないし、地震も起きないし、スマトラ大地震の時に津波も全然来なかったっていう、そういう安全性ですね。だから、シンガポールに限っては、子供を置いていくの。ただ、まあ、生活費が高いっていうのをリスクとして思ったら、あれですけど、でもその、子供のこれから70年、80年の人生を考えたら、唯一実りある投資っていうのは、家とか車じゃなくて、時計とかじゃなくて、僕はもう全部子供だと思って子供に投資してますが、まあ、そこは価値観ですからね。安全とか、安心とか、将来性とか含めて、アジアでも場所を選べば、自分、そういう意味でもやっぱアジアを見てほしいですね。だから日本の人のアジアっていうのはまだ遅れてるとかね、上から目線なんですけど、そんなことないですから、東南アジアでもね、見てくださいと言いたいですね。3年ぐらい前にですね、グロービスの田久保さんという方いらっしゃるんですけども、田久保さんとですね、アジアの教育を見に行こうということでインドに行ったんですね。そしたらインドはもちろんその英語です、で全寮制です、で極めて、いわゆる安全なですね、素晴らしいその教育施設が、まあ、インターナショナルスクールがたくさんあって、そのほとんどの学生、子どもたち、小学生は韓国人の方でした。シンガポールに限らず、おそらく安全なアジアっていうのはおそらくたくさんあると思います。さて、マッシャさん、日本にいながらの対応力ということで、ダイバーシーですよね。無理じゃないですか、それは。無理だと思いますよ。ここまでモノカルチャー、モノレースな国はないですから、基本的には難しいですよね。で、我々の会社もどうやってやってるかっていうのもありますけど、やっぱり会社とかそもそもそれぞれ個人がモビリティ持つしかないんですよね。要はどこでも働ける働き方、ちょっとポジショントークっぽくなりますけれども、やっぱり今国の方向性とかもですね、一極集中を避けるために地方に、まあ、地方創生って話も出てますけれども、まあひいては実現すればいいことはどこにいても働ける働き方なんですよ。でいなければいけないところにいる働き方なんですよね。でこれを実現していかないと、おそらくグローバル競争の中で生き残っていけなくなると思います。で会社のオペレーションも別に日本国内になくてもできるような形をどう作っていけるかっていうのは課題としてやっぱあると思いますね。で我々なんか今どうやってやってるかというと、まあ日本の社員からすると正直まだそのダイバーシティは感じれてないと思います。ただ海外がどんどん増えてきてて、で海外の人たちとの直接プロジェクトとかコミュニケーションも増えてきてはいるので、やはり、まあ、まさにこういったものを使ってですね、
まあ、こういうのを作ってる会社ですから、こういったものを使って海外の人たちとコミュニケーションするケースが増えてきますし、まあ本当顔を合わせながら顔の色もね、 黒かったり白かったり、黒かったり白かったり黄色かったりしますけど、こういう違う色の人たちと違うカルチャーのもとにコミュニケーションしていくのは少しずつ刺激になってるはずなんです。ただこれじゃやっぱ弱くて、本来は僕らもっと今後やりたいのは人の入れ替えなんですよね。一時的に向こうで働けるとか、こう行ったり来たりしながら働く、例えば仮にマレーシアのオフィスにいたとしても別に日本の仕事したっていいんですよ、中国の仕事したっていいんですよ、こういった仕組みがあるんで。そういったような環境を作っていくことによって、やっぱり日本たちがダイバーシティに慣れていかないと、日本にいたら、だってここに見回したってほとんど 90-95% ぐらい日本人ですもんね。これで感じることはまず無理なんですよね。だからこそ日本の会社はですね、まず V キューブを導入していただいて頑張っていただければと思います。V キューブ導入しましょう、皆さんね、はい、営業ですから、はい。あと もう少しあと、2名、質問あります。じゃあ、はい、はい、それでは岩瀬さんに質問。あ、岩瀬さん、はい、分かりました。岩瀬さんに、はい、質問です。我々は今後アジアの若者たちと競争していかなければならないと思うんですけども、アジアの若者はものすごいハングリーに学んで力をつけてくると聞いてるんですけども、そのような中で30代40代の我々が戦っていく、競争していくにはどういう心構え、もしくは能力を身につけていけばいいのか、教えていただけないでしょうか。はい、ありがとうございます。もう一方、はい、今手を挙げている方。ありがとうございます。入ってますか。田村さんに質問したいと思います。私海外にいまして、フィリピンに6年いて帰ってきました。で、自分はグローバル化したからこそ多分日本のアイデンティティが多分これから必要なんじゃないかなと。それを失ってしまうとグローバルでも戦う武器が自分はないと思ったんですが、今日のお話でそうは言っても日本には足りないところがあって、多分それはマネジメントなんじゃないかなと思ってですね、伺いたいのは、例えば日本のマネージメントで、まあ、例えば戦略組織育成と分けたときに、日本はそこでどこが強みでどこが弱みか、足りないところはどこかというのが分かればと思います。お伺いしたいと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ私にいただいた質問です。まあ、30代40代がどう戦っていくかということですけども、これね、皆さん私グロービスの卒業生なんですけども、まあ、ちょっと先輩ずらして言わせていただくと、ジャンプするしかないと思いますよ皆さん。今日の登壇者 他の方々のお話もありましたけども、とにかくもう飛び込んでみましょうということですよ。まあ、行ってみましょう。で、小さい一歩を踏み出してみましょう。どんな小さい事業でもいいから、何かこうちょっと本当スモールスタートでもいいから何かやってみましょうと。これジャンプする以上にですよ、以上に素早くこう学習できる場所っていうのは、ことっていうのはないと思いますので、まずは、出ていきましょう。そして小さい、スタートを切ってみましょうということを、これ皆さんに、提案したいと思います。田村さんお願いします。はい、そのアイデンティティの話をね、ちょっとまず先にさせていただくと、僕はこっちに来てすごく考えが変わったんですよ。僕はどっちかというと、まあ、日本国の政治家をやってましたから、どうしてもその日本のアイデンティティっていうのをすごく大事にする立場が、まあ、特にその鳥取県みたいなところで生まれましたんでね、もうそれはもうグローバルとか言い出すと根なし草になっちゃうとかいうふうに思ってたぐらいなんですけど、こっちに来て1年いてですね、それじゃまあシリコンバレーもしょっちゅう行ってますけど、アメリカの中を見て、アメリカのそのいろんな意味でのトップの人たちと話してですね、まあ、世界中のトップの人たちと会う機会があるんで、思うのは、彼らは、まあ、同世代とか若いやつが多いんですけど、っていうのはもうグローバルシーズンっていうアイデンティティがもうできつつあるねと。もうその今の若いやつの世代、もう起業してるような人、20代前半とか大学ドロップアウトしたやつなんかもそうですけど、もう自分の子供たち、もう幼児とか小学生ぐらいの人たちですね、彼らが受けてる教育、受けてきてる教育から見てですね、なんですかね、もうグローバルシティズンっていう、日本で言うと、まあ、僕が根なし草と思ってたような連中ですよ。しかし、グローバルシティズンっていう、もうアイデンティティがしっかりでき始めてるんですよ。で、どうしかっていうと、もういろんな民族が同じ学校に入ってますから、それは親がそういうのを求めて、親が入れてきますからね、多様性に小さい頃から慣れさせるってことで。そうするとですね、もう、教育も最初から地球が前提なんですよ。地球の課題をどう解決するかみたいなのを、幼児や小学生の頃から考えて、もうあなた方の舞台は地球で
課題はこんなもの、これをソリューションするんだ、君たちは世界を変えるんだっていうのを、もう、なんですかね、なんですか、絵に描いた餅みたいなんじゃなくて、それをもう常に刷り込まれているような世代が生まれてるわけですね。この人たちを見たら、で、親と、その人たちの親とも話すんですけど、この子たちは間違いなく全然違う、その人生を送るだろうねと。もちろん、まあ、VQ みたいなサービスを使うこともあるですし、あとはもう、どんどんその場所を変えていきながら、いろんな人と触れ合って、で、学校の親たちよく話すのは、0歳から4歳の間にこんなに仲良くなったんだから、あとまた散らばっていくと、スイスに帰る人もいれば、中国に帰る人もいれば、ただ、またどっかで同じ釜の飯を何年か食ったんだから、この子たちはまた出会って、世界中のいろんなところで、まあ、助け合えるというようなことをよく話してるんですけど、まあ、てか我々が生きる時代と、もうテクノロジーも人口構成も、グローバル化の度合いも違うんで、こういう層が生まれつつあるんで、僕はちょっと否定的だったんですけど、アイデンティティクライシスを今一番自分の子供に心配してたんですね。アイデンティティクライシスになっちゃうんじゃないか。やっぱりそれに一番なりそうだったのが、やっぱり日本人とドイツ人らしいですね。だけど、もうその人たちも、グローバルシティズンっていう、もう、グローバルクラウド、セクターみたいなのができてますから、これどんどん広がっていくと思うんですよ。この人たちはその、どっかの国のアイデンティティよりも、地球を何とかするっていう、彼らのアイデンティティになりつつあるものが強くなっていくと思うんですね。まあ、そこで、日本企業に一番、欠けてるものっていうのは、まあ、それはもう、ケースバイケースで立派にやってる会社もいっぱいあるし、規模を問わず、いろいろありますから、もう、これもざっくり一般化するのはすごく難しいんですけど、一つその共通して、僕はいかがなものかなと思うのは、タイムコストですね。タイムコストの意識のなさですね。時間の中での生産性を上げるとか、時間の中でこれだけ稼ぐっていう単純な言い方をすればね、こういう意識は非常に薄いんじゃないかなと思うんです。日本の大企業の人たちに呼ばれるミーティングとかね、結局、この1時間はもう、俺の時間を返してくれと思ったくなるようなミーティングが多いんですね。なるほど。何したかったんですか、はい、みたいな。この1時間で、はい、何の成果があったんですかみたいな。ただ、はい、タイムコスト意識が一番欠けてるんじゃない、共通のものじゃないかなと思います。私からどうしても柴田さんにお聞きしたかった。日本でも大成功を収められている、そういった企業の方多いと思います。その企業を、じゃあアジアに行くぞと、そういったこう雰囲気にしていくためには、トップはどうしたらいいですか？まあ、トップはもう、まずはもう現地にできるだけ行ってですね、で、現地から自分の会社、日本を見る。そしてそのアダプテーションというか、こうどういう目線で、現地の目線で、まあ、その我々の製品を評価する。そしてじゃあ実際に現地の代理店だったらどうする、小売だったらどうする、こう現地の目線でこうアクションをイメージをしながら、その確率の高いところからもう選択してもう意思決定するというプロセスですね。ありがとうございます。最後に、お一人様あと、1分30秒になりましたけども、一言ずつ、これからもうグローバルで戦わざるを得ない、グロービスの学生に、一言お願いします。まず増田さんからお願いします。はい、今のまさにトップが出てけっていうのは非常に言いたいことでもあって、特に本社を動かすためにはトップしか動かないんですよ。トップが言うことは本社も動きますからね。担当を送っても本社は無視しますからね、平気でね。だこういうところがやはり一つ大きくあると思います。でやっぱりこのまま日本に留まっていくのもおそらく 2,30 年は幸せな生活は十分できると思います。ただやっぱりグローバルな競争を考えて勝ち残っていこうと思うと、やはりダイバーシティに対しての体制をつけて、モビリティをつけて世界に出ていくしかないと思いますので、ぜひ一緒に頑張れればと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。柴田さんお願いします。まず友達ですね。豊かな生活、豊かな仕事、そうするためにはやっぱり海外の友達をしっかり作る。そして友達ネットワークを作りながら仕事と別の余暇を楽しむ。で友達の友達の友達で、やはり楽しいことをしないとエネルギー出ないです。でそれは家族ぐるみでも友達になる。まあ、そういう意味ではやはり日本でも外国人を捕まえて友達になる、これは第一歩だと思います。ありがとうございます。孝太郎さんお願いします。まあ本当にお二人が言えたことに尽きるんですけど、もう一つやっぱりその前下さんの話、僕は会場の様子が見えないんですけど、まあ、95% 以上日本人というところがそのなんていうんですかね、まあ、グロービスさんぐらいですね、こうよく教育されてモチベーションの高い人たち、もともと優秀な人たちがさらにトレーニングされてもう力をつけてるわけですから、まあ来年ぐらいからアスカ会議もですね、一部のセッションは英語で世界中の人を、まあ、V キューブで掴んでですねやってもいいと思うんですね。もう
僕でよければそのいろんな、ね、年中に声をかけて VQ 使わせて、あのこのセッションは英語だけどその黒い顔も白い顔も褐色の顔も出るようなセッションで、生徒が難しかったらもう壇上からその変えていってその雰囲気を感じてもらうとかね、あのせっかくグロービスさんという素晴らしい機会にあって、あのグローバルにビジネスを変えていくのがグロービスさんの、あの生徒さんの役割ですから、まあ、そういうのをねその試みられてもいいかなというふうに思って、もう試みるときはもう言い出しっぺですから僕も協力をします。ありがとうございます。皆さんの画面皆さん最後にあのスクリーン見てから、スクリーンもこういう時代ですよ皆さん。もうアジアやその離れてるだとかそういったことがもう通用しない時代になってくると、もうリアルタイムに全部が今つながっているということで、あっという間の75分でしたけれども、今日あの大変お忙しい中ご参加いただきました3名のパネリストの皆さんにもう一度皆さん大きな拍手をお願いします。どうもありがとうございました。